愛媛商売の仕組み、記念すべき第1回は老若男女皆さん大好きですよね、100円ショップの舞台裏に迫っていきます。100円ショップ成長の秘密、それから今日はお得情報もご用意しております。さあ、その成長の秘密を握るこちら事務所がね、この先にあるということですので、私もねこのカメラで撮りながら潜入したいと思います。階段がありますね。この3階に事務所があるということなんですが、ここですか。あ、こんにちは。大沢と申しますけども、はい、鶴田副社長いらっしゃいますか。こちらですね。さっそうと現れました。大沢と申します。登場したのは松山市港町に本社を構える株式会社鶴屋の鶴田直武副社長。果たして鶴屋と100円ショップの関係とは。弊社は中四国の方でダイソーのフランチャイズの方ですね、70店舗現在やらせていただいております。そして愛媛県内のフランチャイズのダイソーの店舗の約 80% は弊社がやらせていただいております。下駄屋さんとして明治35年に商売を始めた鶴屋、靴の鶴屋としておなじみの松山の老舗企業です。現在靴の小売店のほか、輸入雑貨、化粧品などのお店を53店舗運営、ダイソーの70店舗を含めると中四国九州一円に123店舗展開する愛媛を代表する小売企業に成長しています。飾られているのは優良企業の証といわれる優良申告法人の表彰状。松山税務署管内で最多の認定回数を誇っています。成長してきた要因はどんなところにあるんですか。そうですね、やっぱり商品力もあるとは思うんですけれども、やっぱりお店での接客力っていうのが一番かなと考えております。その象徴ともいえる方を訪ねました。こちらの宇都宮さん、全国3200のショッピングセンターが加盟する日本ショッピングセンター協会の接客コンテストで全国トップ30に選ばれた接客の達人なんです。取材で伺ったはずなんですが、思わず靴を買いそうになりました。心の隙に入ってきますね。そうなんですよ。それが大事です。ダイソーさんも含めてですけども、はい、接客っていう、鶴屋さんの接客っていうのはどんなところにこう良さがあるんでしょうか。お客様と自然な会話ができる、そういう雰囲気作り、スタッフ作り、人材作り、っていうのに力を弊社では入れております。いよいよ100円ショップダイソーに潜入です。食品スーパーの2階に店舗を構える松山塚本店にお邪魔しました。実は鶴屋のダイソーは仕入れる商品や陳列方法に共通の決まりを設けていないそうです。お店のスタッフが独自に考える、店舗ごとの自主性を重視しています。管理しないこと、任せるということですね。実際やりがい持って働いてくれてるのかなということで、いい店がいっぱいできて増えていったのかなと考えてますので。松山塚本店の接客の達人が城山忍さんです。あ、もうすぐですよね、ハロウィン。おすすめグッズ教えていただきましょう。今年はちょっと可愛いこういう、はい、お子ちゃまたちのミツバチになったり、はい、大丈夫ですか。それ進めると城山さん、それ着なきゃいけない流れになっちゃいますけど来ますか。大丈夫ですか。来ますか。これ子供用なんで、ここは子供用ね、子供用売れてるってことですね。どんどんなんか可愛くなってますね。ポリスどうですか。ポリス入りますかね。行きます行きます。おすすめで、はい、ちょっと変身、はい、城山さん現れました。よっ、いいんじゃないですか。すごい恥ずかしいんですけど。いいじゃないですか。なんかちょっとこう、違った自分になった感じがしますね。ですよ。いやいやいや、いいですよ。こんなお茶目な城山さんに、今ダイソーで一番売れている商品教えていただきました。化粧品関係の化粧品、スピンズとダイソーがコラボで
作られた化粧品のシリーズになります、はい、値段は、はい、全部100円。あ、これ全部100円、はい、これはお得ですね、はい、とっても可愛くて種類も豊富で、うん、いろんな色で楽しめるので、うん、はい、さらにこの企画、商売の仕組みならではのお得情報をご紹介します。古田さん、はい、経営者だからこそ知ってるダイソーの商品の超お得ベスト3っていうのを伺いたいんですが、はい、第3位からいきましょう、はい、電池ですね。電池、はい、電池は、はい、ダイソーはなんと5本入りで100円なんですね、うんうん、ダイソーは1本20円、うん、電池を日本一売ってる企業だということでですね、すごい電池買うならダイソー、はい、もう副社長テレビショッピングみたいになってますから、ね、はい、第2位いきましょう。第2位のおすすめはマスク、はい、マスクですね、うん、使い捨てのマスクなんですけれども、はい、ダイソーはなんと30枚入りで100円、うんうん、1枚あたり 3.3 円。なるほど、ちゃんと大人用、うん、ちっちゃいサイズ、うん、お子様や女性用のちっちゃいサイズとかですね、はい、ちゃんと分かれておりましてですね、はい、マスクっていうのは非常にダイソーはお買い得になっております。これは知らなかったな。では行きましょう。第1位、除菌のウェットティッシュです、うん、私が個人的に一番買うものですね、うん、ダイソーで、はあ、これよく買うんですけど、で私のおすすめはこの極厚っていうやつで、はいはい、厚さがあるんだ。そうなんです。この極厚、何がいいかっていうとですね、うん、はい、ちょっといいですか。私犬を飼ってましてですね。犬を飼ってらっしゃる、はい、部屋の中で飼ってるんです、はいはい、え、まさか室内犬でミルクちゃんっていう。ミルクちゃん、ここでちょっと自慢話があると思いませんでしたけども、ミルクちゃんを部屋の中で飼ってますので、はいはい、犬のトイレを私毎日この除菌で拭きます、はい、なるほど。で、極厚じゃないと綺麗に取れません、はいはい、あ、これ極厚が大事だってことですね、はい、あとこっちにいる私の末っ子なんですけれども、はいはいはい、空手習ってまして、はい、裸足で道場で練習するんですね。はい、します、します。これを、うん、これも足をこれで車の中で拭かせます。なるほど、衛生的だし、はい、簡単だし、はい、しかも安いと。あ、これ日常生活のかなりのところをこれでカバーできると。はい、はあ、最後にお聞きしました。鶴田副社長にとって商売の極意とは。あ、家の近くにあってよかったなとか、お客様の生活がね、この店があったおかげで豊かになる、うん、そういうお店でありたいなと思ってるんですよ、うん、その中でダイソーっていうのが非常にそこにマッチしたといいますか、うん、お客様に非常に喜んでもらえて、こうやって広げていくことができたというところかなと考えております、うんうんうん。